前回大会に向けメンバー全員での練習を開始したチーム金子、今回はより実践的な練習に挑む。はい、というわけでですね、皆さん操作にはある程度慣れてきたと思うので、はい、ここで、コンピューター戦ではなく、はい、この場にいる皆さんで2対2のシチュエーションでちょっと対戦をしてもらおうかな。2対2、はい、ということで今回の練習は2対2のチームバトル。チームは監督ケニーが用意したくじ引きで決めます。ちなみにですね、はい、皆さんに真剣にやってもらいたいので、はい、なんか罰ゲームを用意します。罰ゲーム？何の罰ゲームですか？いや、それはあるべきだと思う。こういうなんか戦いだから、これから俺たちがやっていくことは、はい、負けた側に罰があるの当然だと思います、はいはい、溢れた人は別に罰ゲームとかないでしょ？罰ゲームに参加。あぶれたらもうその時点で罰ゲームなんですね。参加ですよね。ゲーム、はい、です。まあ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 、それ余った時点でもう確定ってことですね。はい、運も大事、運もやっぱり実力のうちということで。運もありました。はい、はい、はい。余った人は罰ゲーム。おじゃ、チーム決めしましょう。じゃあよし、はい、せーの、ほいよ。ん？これなんだ？これ、あ、これなんですか？まあ、自分のだけ見てもよくわかんないですけど。わかんない。せーので出してます、じゃあ。うん、せーの、ドン。あ、うまっ。これも参加じゃないですね。そうですね、この時点で、はい、マンゴーさんはサポートやし、ここでも外れるんですか俺。チーム分けはご覧の通りに。果たしてどちらが勝つのか。それでは皆さん準備のボタンを押してレディーを押してください。準備のボタンはどこかな。そこからですか？カレコさんだけスタートのボタンで。スタートまずするのか。はい、はいはい、じゃあ行きましょう。やだ、罰ゲームは嫌だ、頑張ろう。これ絶対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 。あ、ここのせる。あ、OK です。じゃあ、こういう方がこれ、こう、うん、あ、OK です、OK です。で、どっちから見えるか。 OK です。だから大会その時間ないっすよ。OK です。OK もう、攻めスタートしてます。さっきと違って全然いないですもんね。そうです、2人しかいないです。違う、こっちじゃない、こっちか、いいんじゃないですか。こっちで、ここだ、ここで広場。え、俺、だいぶ ちょ解除されないように。 C4 発見。じゃあこれ解除するか。 C4 のとこ、そこです。どこにいんの？お、後ろだ。 C4 探して。はい。これ、おー、やった。すごい、早く解除してください。早く、あ、解除してください。どう？ C4 見つけないの。どこ？ C4 どこ？ C4 これか、これか、これか。 C4 だ。作戦完璧だったのに。 C4 がどこか分からない。金子チーム C4 を発見するも解除できず、堀内チームの勝利ですからね。はい、行きますよ。もう一回行きましょう。今惜しかったですね。ってことは、はいはいはい、 OK 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 OK。取ってましたね。おやばいやば。え、どこ行った？どこ行った？もう分かんなかった。爆弾が設置された。いや、ガセットされたぞ。なんでスナイパーなの？なんで？ちょっと待ってください。10がちょっと。2-0で、はい、堀内さんと小田さんのチームの勝利です。ありがとうございます。何やってんすか、リーダー。でも、これで教訓になったんで、はい、この負けは無駄じゃないと。はい、はい、はい、そうですね、はい、次に次か次、はい、そう、大好きなスラムダンクでも三能の堂本監督が言ってたけど、そのやっぱ常に勝ってるチームが湘北に初めて負けるのよ、うん、その時に負けたことがあるというのがきっといつか大きな財産になる。負けたことがないやつには分からないのよ、うん、
罰ゲームやりましょうか。この後負けた3人に厳しい罰ゲーム。はい、というわけで、先ほど、負けましたので、はい、これから罰ゲームを、お三方には受けていただこうかなと思います、はい、汚れるんですよね。まあね、多少はもしかしたら、はい、多少ですか。こんなだって会議室にありえないぐらいのビニールシートが光ってますけど、ね、もしかしたら何かが飛び散るかもしれない。え、何か何かが、はい、負けたんで、いいか、飛び散るぐらい。何かが飛び散るぐらいでいいよ、ね、いいですね。負けちゃったんで、はい、まあ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 、まあ、いいっすわ。もうやります、やりましょう。罰ゲームが、はい、はい、こちらです。はい、こちらです。はい、何ですか。罰ゲームには番組特製スペシャル水鉄砲を使用します。あの、目つぶっていただいて口を開けていただいてもよろしいでしょうか。はい、大きく、大きく口を。え、どういうこと。なんか怖いな。いきますよ。なんか怖いよ。タバスコっていう話を。タバスコ、はい、タバスコ。いや、そんな銃で撃ったんすか。絶対やったらダメでしょ。そっちに誰もいないです。ちょっと待って、またシコシコしだしてる。え、ちょっと待って、マジ2発目リロードしてる。目開けれない、マジで。じゃあ、ちょっと待って、2発目いきます。ちょっと待って、メガネあった方が守ってくれると思う。メガネ頭守った方が、目危ないから、目つぶっていただいて口を大きく開けていただいて。ちょっと待って、ここ向いてない。いきます。痛い痛い。自分で分かるくらいすごい痛い罰ゲームで、あの、瞬間的じゃなくて持続する罰やってください。ずっと痛い、ずっと痛い、痛いんですよ。ずっと痛い。一瞬がいいんですよ、熱いとか痛いとか。口だけじゃない、ここずっと痛い。痛っ。すごい。最後はゲームには参加していないマンゴーが寿の射撃を受けることに。そうそう、あ、動かないでください。俺アポで負けてないやってないです。俺やってないんですけど。温泉街の射撃ぐらい近寄ってるよ。いけいけいけ、うわー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 うで、マジでいて、すごい匂いします。すごい匂いが。はい、ありがとうございます。締めましょうか、じゃないですよ。